こんにちは、ドンです。ということでね、福岡の我が家からお送りします。我が家と言いながらバリホテルの部屋ですけど、いや、最近はね、本当ここが一番落ち着くのかな、多分ね、みたいな感じです。 っていう中でも、もうなんかお部屋感がやばかったんで、汚いの、お部屋ね。こんな感じです。別にあんま隠すことないんで、なかなか見ないじゃないですか、ミニマリスト。まあ僕今ミニマリストですし、まあ多分今のライフスタイルで言えばアドレスホッパーっていうジャンルでになるのかな。まあ僕の家がというか、まあ僕の家というのかな。僕のまあ荷物はこの子たちに明日収まるんで、あ、これはごめん。マジでちょっと、なんていうんだ、洗濯する物入れがここに入れてて、もう出すのめんどくさかったんで、まあ、もういいやと言って。 で、明日着替えでしょみたいな感じなんですけど、いや、だから、なんだろう、まあ、なんかここまでなるぐらいにもうなんかね、もう馴染んでます。もう、まあ、僕我が家の神棚がありで、神棚にお祭りしてるものがありで、食べたかったらまあお下がりいただいて食べるみたいな。で、ここ好きなのがね、めちゃめちゃ窓がでかく取られてるんで、すごく開放感があるとこと、このなんかまあデスクがあって結構集中できるんですよ。本当なんかもうぶっ倒れて寝る、バターンでもこの布団にバーンって寝る時までずっと活動してるんで、まあ、動画撮ったり仕事したりとか、まあ、書き物したりとか、今あったね、アニメちょっとなんかユーフォニアムみたいなの見たりとか。まあ、僕バリアーにオタなんでね、その前とかね、 YouTube 見たりとかで勉強したりとかするけど、ちょっと飽きてくるとまた別の見たりとかしてみたいな感じですかね。っていう中で、同じ価格帯で言うと、他の動画見てくれれば分かると思うんですけど、タイのバンコクの物件っていうのかな、まあバンコクの我が家っていうのかな、まあ僕のホテルの。あ、ちょっと今電話来たんで一旦切ります。